ちょっと写真を、この間東京のですね、ありがとうございます。ちょっと次も見させていただきます。素晴らしいですね。これ五重の塔ですね、瑠璃光寺。ありがとうございます。ちょっと今動画で撮っております。これあれじゃないですか、弁天池じゃないですか。すごいですね、エメラルドグリーンの。ありがとうございます。なってますね。素晴らしい。ありがとうございます。ちょっと次めくっていただけますか。はい、これはあの井上オーナーに自らが、酒どころからの、すごいですね、フランシスコ・サビエル、サビエル記念聖堂ですね。セントグラスが綺麗です。はい、皆さん願い事をそれぞれに書かせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、次は、まだウグイス張りのあれですね、石畳ですね。はい、そうですね、ありがとうございます。あとザビエルで、あの湯の小物をですね、小物ですね、はい、買って願い事を込めさせてもらいました。ありがとうございます。これは、ね、そしてここがですね、どこですかね、これね、ありがとうございます。買い物ですね、時は、ありがとうございます。有名なところに、すいませんね、あのどっか知りませんけど、まあいい旅館の雰囲気がしますけど、湯の温泉というのはですね、ありがとうございます。旅館でございますが、うさぎ石州プロジェクトでこの看板のもとにですね、はい、ありがとうございます。進ませてもらいました。もう本当プロの DJ ですね、ありがとうございます。次を次はこれがですね、あの金屏風の前で、宴会ですね。宴会場はどういう旅館なんですかね。ありがとうございます。湯田温泉といえば時和旅館の大宴会場での大宴会を、はい、ありがとうございます。すいません、で、ダサが出てますね。ダサがですね、ダサくなかったですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。某イケメン社長からのお祝いをいただきました。ありがとうございます。はい、であのこちらのお料理をですね、コンパクトに写真に収めさせていただきました。社長って誰ですか。井上社長じゃないですか。違います。なんか某宮川ですね。はい、ありがとうございます。宮川さん、はい。でお料理もですね、あの、写真にあの一枚にはなっておりますが、ありがとうございます。本当すいません。食べても追加次にも素晴らしいものが、今回ですね、素晴らしい中井様が勢ぞろいの、ご接待を受けさせていただきました。ありがとうございます。すいません。はい、でですね、そして、ショーですね、女将劇場。はい、ありがとうございます。水芸とかね、80、90歳の、はい、あのメイドさんの手踊りとかいろいろありますね。はい、ありがとうございます。おかみさんがね、ちょっとあのお顔がなかなか、あのちょっと、あの席の加減で取れずらくですね、皆さんが身を乗り出して写真を撮っております。ありがとうございます。ちょっとおかみの顔があの小さくなって申し訳ございません。そして皆様、この身を乗り出した後はですね、はい、ありがとうございます。これどこですか。オーロラ、すごいですね。オーロラってどこですか。あれですかね、あの1階の、フィンランドの先のあれじゃないですか。違います。全然違う、全然関係ない。湯田温泉、オーロラですね。湯田温泉ですね。はい、素晴らしい、あの明かりがですね、ありがとうございます。キラッキラでございましたが、はい、ありがとうございます。一番右のあの白い服着た人綺麗ですけど、誰ですかね。これあの私、やっぱりな、ありがとうございます。ありがとうございます。本当すみません。この赤いお洋服のマリリンから、マリリンから、あのグリーンのボー今ちゃんから、そしてのこちらのキムさんからお越しいただいておりまして、ではまた、ありがとうございます。これは同じような写真になりますが、ありがとうございます。皆さん笑顔のショットになっております。左のあの俺のママも元気そうで、はい、あの石田純子さん、ありがとうございます。あの親戚って申し訳ございません。誰かの親戚でございますけど、大丈夫です。伺いました、はい、ありがとうございます。本当また素敵な接待でですね、ありがとうございます。スタッフのまたあの、はい、ロイさんとお呼びしていいんでしょうか。大丈夫です、大丈夫です。本当に素敵な男性が、はい、ありがとうございます。このお衣装もですね、実はあの、はい、ママがですね、あの作って心遣いであの貸していただいたんです。すべて、ありがとうございます。はい、このようなものも備え付けがあるということで、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。その次は、その次はですね、なんとですね、なんか 左の中グリーンのネクタイの人、イケメンじゃないですか、ね、ちょっとあのイケメンですかね。掛け声がうまいという、そうですか、ありがとうございます。社長にですね、そうですか、ちょっと、右の人、右の人かっこいいですね。これヤクザですか。違う石原軍だ。石原軍だ。いや、あれですよ、加山雄三ですよ。加山雄三、加山雄三、はい、ありがとうございます。はい、ちょっとね、グラさんが似合います。グラさんが、グラさん似合いますね。はい、ありがとうございます。最近で髪をまたパンチパーマにしたというあの噂が流れていますが、ちょっと怖いですね。はいはい、で次行きます。はい、はい、ありがとうございます。オーロラね、宴会続きましたね。すごいですね、まあ、後ろが光り輝いてますね、はい、本当すごいですね。もう閉店時間過ぎて10分後、ありがとうございます、でまだまだオーロラ続きますよ。このキラキラ動画ですね、すごいですね。もう本当に最高の、あのありがとうございます。紅白歌合戦ならぬ、その後のなんかこの
すみません、このおじさんは誰ですかね。こちら時尾旅館を代表するですね、おじさんですね。これあのおかみの旦那じゃございませんので大丈夫です。なるほどなるほど。ありがとうございます。どうですか、このセルセクシュープロジェクトの看板を後にしてですね、ありがとうございます。これあの名残惜しい旅路を後にですね、次行って、次に伺いまして、これは萩散策でございます。萩ですね、はい、ハゲじゃないですね、萩ですね。萩ですね。あります、ありがとうございます、すみません、はい。萩行きまして、まあ、寒い中ではございましたが、はいはい、あのまた全く飽きることなく萩をですね、あ、素晴らしい、はい、まあね、私も今回あの車椅子を使われた方や、うん、でまたあの、81歳の高年齢者もおりましたけれども、はい、あの皆様の優しさで包まれて、ちょっとね、いい旅行、城下町のね土塀も綺麗ですし、はい、はい、あのありがとうございます。はい、もう鯉も泳いでると、はい、そう、鯉泳いでたから、うん、はい、では次行きます。鯉をしてなくても鯉が泳いでるというね、すごいですね、はい、ありがとうございます。はい、皆様の散策で、いや、こっち宮古地区ですね、うん、そうなんですか。夏見が平安って書いてね、すごくいいところですね。あの何時間、2時間ぐらい歩いたんですけども、あの飽きずに楽しかったです。夏みかんも、みかんがね、また素晴らしい、みかんの花が全然関係ないです、はいはい、咲いております。花もう実がなっておりますから、はい、ありがとうございます。そしてこちら、うん、なんとですね、はい、松下村塾旅館から、はい、歩いても行けるという素敵なバーを、サムスインゴールドですね。はい、ありがとうございます。ハマキの店ね。ハマキとショットバーと。一杯5万円でしたっけ？あ、500円で。あ、そうですね。ありがとうございます。500円から8万円ぐらいの。はい、ありがとうございます。500円と800円だけという、あの、メニューを書いて。すごいね、いいバーなのに、本当に、おしゃれな。全員集合して。ね、マスターイケメンで。うん、タクシー2台釣れる、タクシー2台釣れる、ありがとうございます。みんなで行ったもんね、うん、はい、でその後、まあ、この写真、これを大体アップで写そうと思って、あのこのような配列にしたんですが、ちょっと怖いですね、この人ね、誰ですかね、文化財に似合ってます、似合ってます、文化財似合ってますね、はい、似合ってます。では次のページに行かせてもらいます。 ありがとうございます、はい、あ、元の隅神社ですね、はい、後半に差し掛かりまして、鳥居がありまして、はい、あの賽銭をあの上に投げるというですね、そうですよね、全員揃って誰か入ってる、うん、入らんですね、なかなかね、回線上投げて入ったらいいです、うん、あ、そうなんだ、やったのか、うん、最後の最後の、猪木さん入れるの得意なんですけど、なかなか入らなかったでしょ、うん、まあいいですね、そこだけはね、うん、入らなかった、なるほど、あの、うん、皆さん、うん、すいません、次の最終のあの、はい、角島には、あの、あ、角島大橋、はい、ありがとうございます。はい、もうここでみんなですね、うん、もう時尾旅館がどんなに素晴らしかったか、あ、そうですか、ありがとうございます。オーロラがどんなに楽しかったか、あ、そしてあのショットバーがどんなに楽しかったかっていうことですね、 ありがとうございます。噛み締めて、ここで、時尾はいいと、あのぼったくりもないし、ぼったくりもないし、うん、いいということでございます。時尾自体はね、うん、ありがとうございます、はい、でも大ファンです、ありがとうございます。なんかあの私も久しぶりにカラオケを歌える場所に来ましたら、 ありがとうございます。幸せな気分になりましたね、はい、あ、素晴らしい、はい、美しい写真、はい、そしてここがもう本当に最後のですね、少し大橋のところで、まあ、あの行く橋の次ぐらいに綺麗ですね、はい、ありがとうございます。そうですね、はい、そして、はい、一度もう一人作るんでございますが、うん、はい、あ、まあ、夕日がうまいね、これ誰撮った、これ私が撮りました、綺麗ですね、これはさすがプロ、しかも僕のちょっとアップで、さすがプロです、プロです、本当井上先生プロです、ありがとうございます。 DJ もプロ、女優もプロ、バーもプロ、この写真はすごい、あ、そうですか、ちょっと、これはすごい、これ素敵、ドローンさせてからね、撮影許可もらって、これは素敵、これはすごい、だからもうこの言う人、うん、だ行く橋の美濃島の次ぐらいですね、うん、美濃島の次ぐらいです、これあのもう市町村の撮影の許可得てやる、ああ、なるほど、全面協力の、あ、ありがとうございます。それでは、次のページ、これはですね、マリコが撮りました、マリコの部屋へ、はい、ありがとうございます、はい、来ると思います、じゃあありがとうございます。みんなですね、このあの広島大橋のあの大橋のたもとって言っていいのかどうか分かりませんが、はいはい、万歳をしながらの旅のお別れになっておりますが、そして一度、ありがとうございます、バスの中での最後のショットでございますが、左の人怖いですね、怖いですね、この人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 北島さん、この人は、ね、仁義なき戦いのさ、広野かと思いましたね、ですね、恐ろしいね、本当。
はい、ここはですね、ちょっとうちの父親がですね、うん、高くなですね、うん、なんだっけ、忠義をもらいましたので、ちょっとうちの、ありがとうございます。庭の、上と、やっぱりセレブは違いますね。セレブ、リンゴもちょっとプレゼントいたしまして、皆さんに。素晴らしい。これはもう最高ですね。はい、ありがとうございます。本当に。撮らせていただきました。はい、ありがとうございます。本当これ最後の、バスの全集合で、はい、ラボー。うん、ちゃんとか、まあ、皆さん勢ぞろいの写真でございます、はいはい、ありがとうございました、はい、ということで、昭和アイドルうさぎセクシークローゼット、はい、最後一言お願いします。時は旅行最高です。ありがとうございました。次回の日常、そしてオーラに忘れなくお寄りくださいませ、はいはい、では次回も私ども、はい、もう一緒に時は旅館にまた行きたいと思っております、はい、それではまた、チャオ。ありがとうございます。独自セリカワでした。でも最後一言言いますけど、はい、1番はうさぎです、はい、2番は時はです、よろしくお願いします。3番は井の口です。ありがとうございます。